いよ。はい、ありがとうございます。コン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 、マイゲート6番ありがとうございます。ハートありがとうございます。びっくりした。タコさんありがとうございます。タコさんありがとうございます。カイありがとうございます。ハチタクさんありがとうございます。びっくりした。びっくりさせるためにやったのよ。お花ありがとうございます。雨すごいけど大丈夫。今日は雨がすごくたくさん降ってるので、自転車で行くとべちょべちょになって、そう朝からねべちょべちょになるので、今日はママに送ってってもらいます。朝ごはんありがとうございます。コン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 、マリケンコのアクバンありがとうございます。そう今日は送ってってもらいます。皆さんもお気をつけて。朝ごはんありがとうございます。ね、すごい雨降ってるからお気をつけてお出かけください。おはももだって、おはようございます。来てくれてありがとうございます。そうすっごいね、めちゃめちゃになっちゃうから。ブログ読んだ、ありがとうございます。あ、ハートありがとうございます。ブログ読んだ人、ブログ、昨日ももうブログの日だったんですけど、読んでくれた方1、2、3 3人、あ、4、あ、4人。はったくさんありがとうございます。おめでとうごつもろしきみたいなやつありがとうございます。あ、たくさんありがとうございます。よ、読んだよ。だって待って、読んだ、今読んでます。だって読んできますか。読みました、ありがとうございます。ハタありがとうございます。100回読んだよ。だってちょっと持った。ちょっと持った。ももたん、おはよう、おはようございます。昨日からももたんをして大富豪始めました。だって本当ありがとうございます。今日も多分夜できるかわかんないんですけど、大富豪毎日やってるので、ぜひ大勢よろしくお願いします。朝ごはんありがとうございます。ささ、たくさんありがとうございます。かいありがとうございます。下は学校のスカート、のの、のこれワンピースだから下にスカート履けない。これワンピースなんですけど、下までつながってるやつなんで、おはよう、来てくれてありがとうございます。履いてないやつ。履いて、違って。ワンピース、ぐるまじゃない。おはよう、推薦コメント書いてみましたって、後で読みます。ありがとうございます。ちょっとワンピースのスカートです。肩は何縫ったの、縫ったかな、あるやつです。あるやつです。いつもおしゃれありがとうございます。今日の給食は、え、美味しそうだったよ。と餃子。朝ごはんありがとうございます。そう、ももね餃子好きなんですよ。今日は自転車降りて、そうね、すごい濡れちゃうからちょっとチェックしてるのね。だって朝ごはん食べる前にママが読むもん。餃子が出るのか。そうイエス、光っちゃった。6人公演楽しみです。そう、今日はなんで夜やれないかっていうと、15日の練習しに行きます。ママの仮装、15日の
練習します。で今日ね須田さんがいい公演に出て見たいんですけど、練習をするので見れないのでアーカイブで設定見ます。終わったらアーカイブですぐ見たいと思います。12時にならないと見れない。お弁当箱とスマホラスキみたいなやつありがとうございます。花束ありがとうございます。早く15日になって、その前に愛知県だけの方なんですけどご司会があります。15日の前に今週土日ですねあります。代わりに見ておきます。ありがとうございます。ここマイケイコのアーファン、ありがとうございます。朝顔ありがとうございます。また一連だよ。そう、一連の一部二部です。ぜひ愛知県で小物系を持ってる方来てください。朝顔ありがとうございます。朝は袖があるので、ある。ある。作詞会も今週で土日です。土日です。会場行ったら会えるかな。多分。もうよくわかんないんですけど。お仕事行ってきます。行ってらっしゃい。ハートありがとうございます。のところ雨大丈夫？降ってるよ、すごい、たくさん降ってます。笹はどうなりましたか？笹はああなりました。頑張ってくれましたね笹。笹はちょっとすごい見えましたか今ので。笹はああなりました。あれそう、え、でも折れてないよ。ちょっと短冊がたくさんついてしなってる。ハッタクさんありがとうございます。コン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 、マイゲンコのコン、ありがとうございます。いつかボキっていきそう。笹がモリモリになりますように。もう笹につけたら折れそうだよ。弟が美味しくいただきました。いただきません。いただきません。洗濯物干してるみたい。ちょっと違う。中学の制服は肩破れてない。ノー、破れてない。それ本物の笹。え、なんか本物か偽物かよくわかんない。本物偽物わかんない。コン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 、マリゲンコのコン、ありがとうございます。寝てる時に折れて、その音でびっくりしました。え、その強となる？え、刺さって折れるとめっちゃ強となる？ずっと雨だから洗濯物が乾きません。乾燥機に入れましょう。タコさんありがとうございます。わかるでしょ、よく見て。え、どこ？どこ？え、どこがどうなってたら偽物で、どこがどうなってたら本物？偽物かも。なっちゃん、ありがとうございます。わかんない。わかんない。葉っぱよく見たら、わかんない。笹ありがとうございます。匂いはしないような。じゃあ偽物、葉っぱがビニールだったりする。あー、でも破れないよ。いや、偽物だ。じゃあ、あれは偽物だ。パンダの気持ちで食べれない。あなたはありがとうございます。パンダが食べたらほんま、あ、ミラーボールだ、イエーイ。ありがとうございます。朝顔ありがとうございます。めっちゃ光った。モーター本物ですか？あ、はい。
ボだって。ミラボール訳してミラボー。笹大好きだから僕食べていい。いや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 、ポチッとした笹だってね。あ、そうそう、ジェリーのものか。朝だからモリモリ注入してください。了解。モリモリ注入というものは朝に皆さんの元気を注入するものです。じゃあ、もので元気を皆さんに与える注入のことです。それではモリモリ注入ハトーピーブスラッキー。後ろ向いて。違うよ。後ろ、これどこにやってんだろうね。全身にくるくるくるる。ありがとうございます。これでみんなも元気もりもり。ハートありがとうございます。お尻が元気。初見さん、キユキ研究生の13歳の平野桃奈です。よろしくお願いします。ごめん、避けちゃったったんて。じゃあもう一回、モリモリ注入避けるなよー。ピーン。ピン。ありがとう、ありがとうございます。はた、ありがとうございます。ありがとうだって。はい、鼻に指が入った。入れてない。聞いた、痛いって。あ、ごめんなさい。このパワーでお仕事頑張ってください。キャッチフレーズ変わってないよ。あ、ちょっとさっき今日も忘れてた。聞いたので寝ます。ちょっと聞いたので頑張りますだよ。ありがとう、ありがとうございます。じゃあ寝るという方もいると思うんで、キャッチフレーズもしたいと思います。いきまーす。せーの、今日も元気でー。てよい。せーの、もーりもーり。もう絡まれた。今から学校へ行く13歳の平野桃奈です。もりもりたくさんありがとうございます。たくさんありがとうございます。すごい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 、にしろいっぱい来てる。ありがとうございます。今日学校あるのか。あるよ、まだ水曜日だよ。もうすぐ会社到着です。頑張ってください。配信終わったら寝ます。おやすみ。おやすみ。ちゃんと勉強するんだよ。席が一番前だから先生にめっちゃ見られる。有給なので二度寝しやす。はい、ごゆっくり。ごゆっくり。お昼からお仕事で頑張ってください。それは大変だ。この後朝ごはん食べます。食べてください。ももはもう食べました。スイートポテトパイってやつ。ハート、ありがとうございます。こんぐらい大きかった。最前列じゃ寝れないね。大きかった。そう、スイートポテトパイってやつ調べてみてください。めっちゃ美味しいよ。朝はパンかな。はい、朝はパンとゼリーです。あと30分でお仕事行きます。頑張ってください。それでは今日のテロップ出します。じゃーん、419日ありがとうございます。漢字のテストの絵を描きました。今日は漢字のテストの絵を描きました。はてな、てんてんてん
今日のカリドテストはとても難しかったので。じゃこれはさ、小テスト？漢字の小テストみたいな。なんかよくあんじゃんこういうやつ。あ、ミラクルじゃない、こういうやつあんじゃん、なんかよく漫画とかで。そういう感じ。漢字がこうね、違うの。ダメじゃないよ、でも難しかった。419日ありがとうございます。一問もできなかったの。え、今日やります。昨日勉強して今日やります。ささありがとうございます。東亜陽子が喋ってない喋ってない。それではランキングを読んでいきたいと思います。13位、何これ、なんかダチョウかアヒルの上にリスが乗りましたみたいな。アバターの方ありがとうございます。12位、白い巨大なうまるまるのアバターの方ありがとうございます。11位、もうなんか牛が牛乳パックかぶりましたみたいな。アバターの方ありがとうございます。10位、よーの歌舞伎みたいなアバターの方ありがとうございます。あ、チロルチョコ美味しそう。ありがとうございます。9位、ふーちゃんのアバターの方ありがとうございます。8位、ペンギンがお空を頑張って飛ぼうとしてるアバターの方ありがとうございます。ラッキー7、こういうアバターの方ありがとうございます。6位、おにぎりにひよこが挟まれましたみたいなアバターの方ありがとうございます。5位、なんかお蕎麦の中にハムスター混ざりましたみたいなアバターの方ありがとうございます。4位、おじさんがガサガサしてるアバターの方ありがとうございます。3位、ラーメン、お蕎麦、うどんみたいなものからマグロがドーンって突き出てるアバターの方ありがとうございます。あれ、変わった。13位、歌舞伎のアバターの方。12位、ダチョウの上にハムスターが乗ってるアバターの方。11位、鋭そうなうまるまるのアバターの方。10位、小アバターの方。9位、ふーちゃんのアバターの方。8位、おにぎりのひよこ。9位、違う、7位、おそばの中にハムスター。6位、ペンギンが空を飛ぼうとしてるやつ。5位、おじさんがガサガサ。4位、おそばからマグロ。3位、牛さんがチュロールチョコかぶりました。ありがとうございます。2位、ペンギンさんの上にワンちゃんが乗っちゃったアバターの方ありがとうございます。それでは今日の1位いきます。ピンポンパンポーン、チク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 チチョコネコちゃんのアバターの方ありがとうございます。ありがとうございます。練習ガブマガムバってね、ガンじゃない。それではいきます。せーの、 LOVE。 チョコネコちゃんのアバターの方ありがとうございます。それではいきます。
ございます。だそうです。はい、ということで2312の方、朝から見てくれて本当にありがとうございます。星もギフトもありがとうございます。お仕事頑張ってください。お休みの方はごゆっくり。明日の配信も朝です。明日は英語の塾があるので、かっこよくないこの響き。明日も朝やります。ぜひ見る方はよろしくお願いします。それでは離任したいと思います。大好きだってありがとうございます。それでは行きます。左手出して右手出して、せーの、離任ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。明日の配信も見てください。今日も見てくれてありがとうございました。